はい、こんにちは、まりもです。ということで、今回もね、東方高魔教やっていきたいと思います。今回パート8ということで、やっていきましょう。本命輪です。本命輪。くれない色、紅色がわかんないんだよね、今。境、スカーレットランド、上海紅茶館、やっていきましょう。まあ余裕でしょう、ここは。このね、ホコリムシみたいなね、まあたまにタンスの裏から現れるこいつを倒しましょう。ホコリムシってわかります？皆さん、タンスの裏から出てくるやつですよ、ほんと。出てきません？まあまたこの辺になってくると俺の悲鳴が聞けるという、まあサービス付きですが、まあね、まあすごい叫びますからね。まあ、このゲーム実況の、ね、撮影だけね、夜中にはやんないで昼にやろうということにします。昼というか、ほんとね、いや、そうしないと近所迷惑でしょ。あぶれ、スターダンのなんとかなんとか、いや何事もなかった。無駄にボムを使用しただけですかね。3面までコンティニューはしたくない、ノーマルで。いやー、ほんとマジです。ほんとにコンティニューなんてしたくないんですよ。ほんとはしたくないの。だって普段会えないもん。急にここね、ブチ切れるね。急に切れたね。なんかあれ、東方弾幕府やってるんですけど、東方弾幕府みたいに切れたな。東方弾幕府で弾幕も作ったことありますけど、弾幕で背景も自分のオリジナルにしてみたことがあるんですけど、こういう感じで切れるんですよ。いやー、やっぱ昔の作品って感じだわ。やだ、死にたくない。やだ、俺は死にたくないぞ。俺はまだ死なん。よし、オッケー。くそ、とりあえず逃げるぞ。逃がすのか。やだなー。ホングメイリン、英語でホングメイリンって書きますね。 G 書きますよ、必ずホングメイリン。おー、あー、危ねー。あー、怖いよ。ほんと暗いボム絶対うまく使用しよう。あー、食らってないのに撃っちゃった。もう怖い。もうこのね、なんかシャワーが降ってくるとこみたいなところが、オッケーじゃなかった。まだ終わらない。ここ怖いな。うおーい、ショッケー、乗り越えた。点1個、点あと1個。よし、オッケー。あ、さっきはどうも。あ、さっきはどうも、お久しぶりです。て、私たちいつから知り合いになったのよ。さっきだろ。うーん、変なやつ会っちゃったな。いいから邪魔だろ。ここの番人なん、いいから邪魔だよ。ここの番人なんだろ。番人だから邪魔すんだよ。やっぱあんた番人なのか。番人してるだけの普通の人よ。つまり普通の人ね。ここで成敗してくれるわ。あんたどういう教育受けてるのよ。ほんとそうだな。明治17年の上海リストやってきました。いやー、おーおー、まだいけた。まだギリギリ耐えられた気がする。いや、やっぱイージーじゃないと避ける気力ねえわ。あー、コンティニューっすね。大丈夫かな、コンティニュー持つかな。うー、なんなの、いきなり。なんなんだよ。メイリンからはもうちょこちょこボム使っていかないとあかんかな。嫌なんだけど、なるべくは使いたくない。ブーストでしょ。待って、結構無駄に使っちゃってんじゃない俺、大丈夫。うん、結構無駄に使っちゃって。っ、なんかさっきよりやっぱ難くなってる。さっきてかイージーより。いやー、怖いよ。やだよ。なんで仲間がいいんだよ。ホンメリン、ミスズ、お前何やってんの。お前仲間呼ぶな、ずるいよ。俺仲間いないよ。仲間なんていないよ。仲間、オッケー。あー、そっか、何事もなくてもここはあれか。あれここはさっきと同じぐらいか。通常弾ないと同じぐらいか。よし、オッケー。当たれ、ギリギリまでオッケーです。さすがマリサだね。FPS 遅いと、まあ、打ちやすいな。急に加速すんな。おい、急に加速すんのはよくないよ。これはルール違反だろ。急に加速したら俺だって避けられないでしょ。危ないな。
なんか増えてね、やっぱ増え、あ、ちょっと待って、すぐボム使っちゃって、やばいな、ここで1個、あー、レミリア戦まで本当にいけるかわかんない、本当にレミリア戦までいけるかがわからん。あー、無駄にザンチ1個使った。やっぱり普通の人と戦うのは私のせいに合わない、絶対嘘だうわ、ちょっと待って、やばいよ、レミリアまでいけるかな、本当に心配になってきたこの頃です。ということで今回も実況を終了します。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。ではさよなら。